第100爆撃航空団は第二次世界大戦中のドイツ空軍の中型と大型爆撃機を装備した爆撃部隊である。1943年9月9日にはイタリア海軍の戦艦ローマを撃沈して実戦で滑空誘導爆弾を使用した最初の軍事航空部隊となり、これは誘導式フリッツ X を使用しての初めての成功例となった。 第100爆撃航空団第2飛行中隊所属のハインケル HE177A-3R2943 年9月9日に KG100 の攻撃を受けた後に爆発するイタリア海軍の戦艦ローマ KG100 は1941年11月29日にフランスのシャルトルで第100爆撃飛行隊を拡大して編成された 当初は2個飛行隊で編成されていたが、あとに4個飛行隊となった。第100爆撃航空団、第 I 飛行隊は、1942年に東部戦線の南部地域に派遣され、1943年も東部戦線南部で活動した。I、KG100 と第4爆撃航空団、第 I 飛行隊が入れ替えられ、新しい I、KG100 は、 1943年と1944年には、再び、イギリス海峡の戦線で、イギリスに対する作戦任務に携わった。1944年5月に、第 I 飛行隊は、KG100 から引き抜かれ、第1爆撃航空団、第3飛行隊となった。1941年12月に、第26爆撃航空団、第3飛行隊が、 第100爆撃航空団第2飛行隊となり、1942年初めから東部戦線中央部で任務に就いた。1942年4月末にギリシャへ移動となり、1943年4月までそこでの任務に就いた。第100爆撃航空団第3飛行隊は、1942年9月に第126偵察飛行隊をもとに編成された。 1942年から1943年初めにかけてギリシャで任務に就いた。オリジナルの第2飛行隊と第3飛行隊はギリシャからドイツ本国へ引き上げるとそこでゼロから編成し直された。1943年7月にこれらの部隊は地中海戦域に復帰し、1944年9月まで同地域での作戦に従事した。 マクロスのフリッツ滑空爆弾や同様のヘンシェル HS293 といった誘導式対艦兵器に特化した部隊となった後、1944年8月20日に解体となった。ジャーマンランゲージウィキペディアページオンコンプフジアシュエイダー100。ありがとうございます。